8月18日手をつなぎなこう大事なところだろなんでそこで噛んだんだ。よった手をつなぎながら公演1回目終わりました。はい、今日はですね、学生限定公演でした。ね、というわけでですね、どうでしたか。若い方が多かったので、ね、コールが若かったですね。なんかもう運動会の大合唱みたいな感じで、ね、なんかもう本当に心の底から叫ぶぞみたいな、あ、応援団的な、応援団的な応援合戦だったね。そんな感じです。で、今日の2分半映像はですね、私が福祉先生ということで、まあね、数学の授業とあとなんかまあ基礎知識をやったんですけど、あれ基礎知識ですか。基礎です、基礎ですね。でも何の基礎がつくんですかどこがやっぱりなんていうんですか、これ SKE を学ぶ上での大切なところだと思う、はい、そうですね、大事なものですね。まあ、数学で言うと、なんだろうな、 X たす Y みたいな全然違うなよくわかんないんですけど、まあそんな感じなんですね、はい、でも私2分半初めてじゃないですか。そうなんですか。それが福祉先生ですごい光栄でしたしかもなんかずっと映ってる時から本当は私いたんですけど、わかりました。だからね、今日その2分半があるよって聞いたから、うん、朝早かったけどメイクしてきたの。でも4時半起き、いや映んないじゃんそう4時半起きですよ今日。後頭部5時からメイク、やっぱそんなね、意味なかった。ミキさんのまあね、ジナさんの顔も映ってないんですけども、私はちゃんと映ってるので、ぜひ皆さん見ていただけたら嬉しいと思います。それではどうぞ。ジナちゃん、今日ユニット曲何した。今日はチョコの行方やりました、うん、チョコの行方か、あれね、なんかこう箱持ってるよね。持ってます、なんかティッシュみたいな。そうそうそう、ティッシュじゃないでしょプレゼント、プレゼント、チョコ、チョコ、チョコが入ってる、はい、うん、そうなんですよ。ミキさん何やったんですか。私はね、この胸のバーコード。おお、いいですね。歌う曲ってやっぱね、こうないね、なかなか、はい、ハモリとかありますね。ハモリあんのよ。ハモリでも意外に好きなのね。あ、そうなんですか。おはようございます。おはようございます。今日は早速ね、皆さん普段あまり勉強してないと思うんで、はい、授業を早速始めたいと思います。授業なんで、はい、まあ最初はね、はい、数学の授業から行きたいと思います。数学、はい、ガチめですね、はい、うん、じゃあ早速いきますね。はい、数学方程式ですかね、これ。なんだろう、足し算。え？今なんか？はい。今日は1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8たす9。いや、これカッコいらんでしょ。いや、カッコいります、いります、いります。いる？カッコ1たす2たす3たす。え？カッコ大事ですから、本当に、ね。え、私計算早いで分かりましたよ。お。何ですか。計算45。いやー、そのちょっとこれも受けないんですか。違うの。え、正解はジュリナですよ。は、何言ってるの。ええ、だから自己紹介でやってるじゃないですか。12345一緒に自己紹介です、ね、そう。いや、私これで育ってきてるからやっぱ、ね、自己紹介を数式にしたわけですか。そうそう、いや、自己紹介ジュリナさんがやってるから、うん、もう私はこれって言ったらもうジュリナしか出てこないです。おー、いやー、ちょっとね、難しかったですかね。呼び捨てしたい、今呼び捨てしたい、ジュリナさん。いや、尊敬してます、本当に。じゃあ続いてのね、ちょっともうちょっと簡単な問題にね、はい、行こうかなって OK 思います。じゃあ最後の問題になります、はいはい、私が、うん、ジュリナが AKB と兼任になった時に、はい、どんな反応を取ったでしょうか。え、それは泣いた。いや、でもドンちゃんはジュリナさん推しだから喜んだ、はい、喜んだ。まあ、どっちも不正解ですね。え、違うの。じゃあ正解を